はい、こんにちは、ヤースです。このチャンネルはですね、たくさんお酒を飲んで、もうお酒っていいよねっていうのを、伝えるというか紹介するチャンネルで、英語と日本語で、動画撮ってます。もしよかったら、チャンネル登録とかしてもらえたら嬉しいです。で、今回飲むのが、もう3月なんで、春酒っていうのかな。で、その中でも自分が今年から飲み始めてる赤部さんの、桜ってやつが手に入ったので飲みます。もう瓶も綺麗だし、赤く兜の文字で赤部って書いてあるし、で桜2022、2022って書いてあって、製造年月日が すごいな、3月って書いてあります。見れるのかな。で、原料米は特に書いてないけど、純米酒として書いてありますね。この瓶、感触がむちゃむちゃいいんで、ずっと触ってられます。おいでは飲んでみます。いつも通り、鏡クリスタルのグラスを使って飲みます。で、まず、香り。もう爽やかなソーダみたいな香りだよね。毎回思うけど、毎回いつも言ってるけど、なんでお米でこんな味、香りがするのかがすごい不思議。ああ、でもいいな、リフレッシングな感じで。で、味の方が、うまい。すごい爽やかな感じだし、で、酸味もあって、で、やっぱ苦味もあるから、酸味プラス苦味、個人的にむちゃむちゃ好きです。ああ、美味しいな。でも香りがちょっと、ソーダっぽい、香りで、甘い香りがして、でも実際飲むと酸味とプラス苦味でシュッてしまるんで、むちゃむちゃ美味しいと、何回でも飲めると。で、アルコール度数が12度しかないので、全然飲めるよね。いや、うまいな。なので、ちょっとなんかちょっとなんだろう日本酒って度数強くて心配だとか、なんか日本酒独特のあの味がとかっていう人は、この赤部の桜、12度だしすっきり飲めちゃうし、酸味が優しく、本当になんか甘みと酸味がって書いてある。酸味確かにしました、でも苦味もしました なので、ちょっとこの赤部の桜おすすめなので、ぜひぜひ酒屋さんとかで見つけたら買ってみてください。で、もし皆さんの中でこの日本酒この前飲んだらむっちゃ美味しかったよっていうのがあったら、コメント欄に残してもらえたら嬉しいです。自分の、テリトリーの範囲内で見つけられるお酒だったら、ぜひ見つけてみて、買ってみて、飲んでみて、動画に、日本語と英語両方にするんで、なんかおすすめあったらコメント欄に残してもらえたら嬉しいです。じゃあね。